黒がけじぐも、黒がけグモ、も、黒がけジグモ、革命、バダムナエンジグニツは、黒がけジグモ属のクモである。人家に多く、ボロモーを張る。クモでは、数少ない近年の移入種である。メスは、体長10から15ミリメートルほど、全身黒から黒褐色で、毛が密生している。頭胸部は楕円型で、幅がやや狭く、胸部が少し幅広くなっている。 腹部は卵形に近い楕円形である。腹部背面にわずかに色の薄い反紋が出ることがある。ふわしはやや長め、やはり黒くて、毛が密接している。オスは体長4.5から10ミリメートルとメスよりかなり小さくスリムな印象。色もほぼ同じだが腹部の背面の模様が出やすい。妖精では腹部の反紋がよりはっきりしている例が多い。 人家の屋根の角や家具の隅などに巣を作る。巣はトンネル状で家具や壁の隙間などに入り込むように作られる。巣の入り口から周囲に網を張る。網は全体としては不規則な形のロート状で粗く糸を張っている。中央の巣穴は複数の入り口を持つことが多い。糸は不規則ながらも巣穴を中心に放射状に張られた糸の間に 粘着する糸をジグザグに貼ったもので、餌の虫はジグザグの糸に粘着する。網は貼り替えず、破れたらそこに追加の糸を平行する形で貼り、ジグザグの糸をかける。ジグザグの糸は、当初は淡い色でふわふわしているが、次第に白っぽくなる。このようにして、網の形はだんだん混乱し、乱雑になるので、ボロローと呼ばれることがある。夜行性で、昼間は、 巣穴の中にとどまる。夜には巣穴から網に出て姿を見せている。メスは巣穴の中で散乱し、卵納は糸で包まれ、巣穴の壁に張り付いた形の半球形である。孵化した蜘雲はしばらくはメスの巣にとどまり、その後周辺に散っていく。原産地はオーストラリアで、そこでは広く分布している。この雲は雲類には珍しい異入種である。 1970年代に大阪で発見され、後に奈良でも採集された。人家に生息する比較的大型の目立つ雲でありながら、発見当初は正体不明であった。専門家は日本からアジア近辺の記録を当たったが、該当するものがなく大変不思議がられた。それが実はオーストラリア産の種であることが判明、帰化種であること考えられるようになった。 その後、和歌山県南部にも飛び離れて分布していることが判明し、それからは大阪、奈良からは近畿地方、中部地方南部へと分布が拡大、和歌山県南部からも北上して、本州南西部に分布を広めている。バルーニングを行わず、分布拡大は雲そのものの移動と人為的な物品移動に伴うものと考えられる。侵入の経路については判明していない。 原産地のオーストラリアにおいても人家に生息する種であり、家具や機械に紛れて侵入したと見るのはたやすい。しかし、人家に生息する足ダカグモなど、広範囲に分布するものが、有史以前の帰化種である可能性があるにせよ、同様な生活をする種であっても、近代になって侵入したことが確かなものは、国も以前には他にいなかった。後に、大阪でセアカゴケグモ騒ぎが起きるまでは、 クモ類では唯一の機械種として扱われていた。なお、オーストラリアでは広く分布しており、やはり人家によく出現することから、ブラックハウススパイダー、黒ヤグモの名で呼ばれる。崖地モと呼ばれるクモは、黒っぽいクモで古い糸を持ち、いずれも物陰にトンネル状の巣を作り、入り口にボロモーを張る。かつてはまとめて、崖地モか、 アマウロビーダイ、ウシオグモ赤、エシナエンに分類されていた。崖地グモに類する在来種は数種あり、最も普通なのは、ヤマト崖地グモ、タイトパーノカアルバフシャタで乾燥した草地の地面にボロ毛を張る。体は5ミリメートル程度、黒くて毛の生いた体に、腹部には白いヤハズ状の斑紋が並ぶ。ただし、分類体系の見直し、特に古い板類を分ける。 扱いの変更に伴い、タナグモ科、エイジレニレイや、それに近い群とこれらとがまとめられ、タナグモ科に入っていた、ヤチグモ類、コイロテイスガのどがに含まれたり、逆にガケジグモ科の一赤とされていた、ウシオグモ赤が、ウシオグモ科に昇格されたために、黒ガケジグモ族が、ウシオグモ科に分類されたりと、大きな扱いの変化があった上、現在もその扱いは定まっていない。 ザワールドスパイダーカタログバージョン10.0は牛尾蜘蛛科として扱っている。これに対して、オノでは崖地蜘蛛科に含めているものの、崖地蜘蛛科と牛尾蜘蛛科の関係がより明らかになるまでの暫定的な扱いとも述べている。この蜘蛛はオーストラリアでは毒があるとされているが、実質的な害はないようである。日本でも交渉の例はない。それ以上に網が 屋敷の景観を汚すことで嫌われる。この雲は網を張りっぱなしにして、破れた部分を作ろうようにするため、常に網が張ってあり、しかもその様子がボロボロで見てくれの良いものはない。しかも網の主は隙間に潜り込ませた巣穴の中に逃げているため、雲そのものを追い出すのは困難である。したがって、いくら網を払っても翌日には元の木網となっている。 自動車などでもこの網をまとわせて走っているのを見ることも多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。